せごめんな。でもこらえてくれ。俺になんかなるな。しっかりするんだ。頑張れ、頑張れ。しまった！食われる！
同じようなことを言って食われた奴がいた。不可状態になっている鬼は親でも兄弟でも殺して食べたら栄養価が高いから。今まで同じような場面を山ほど見てきた。お前は怪我を負わされた。それを治すために力を絞っている。鬼に変わる時もかなりの体力を消費するはずだが、間違いなく今は重度の血が重い。一刻も早く人の血肉を食らいたかっただろうに、俺に対する威嚇、こいつらは何か違うかもしれない。山のふもとに住んでいる鱗滝左近次という老人を訪ねろ。富岡義勇に言われてきたと言え。今は日が差していないから大丈夫なようだが、妹を太陽のもとに連れ出すなよ。